ようございます。柔らかです。それでは簡単な体操を説明していきたいと思います。まず両膝で立ちます。それで両手をだらーんと力を抜いた状態でまっすぐ伸ばして、力を抜いたままこうリラックスして前後左右体を揺らします。これをだいたい1分ぐらい続けた後に、今度はそのまま正座の位置に戻します。そのまま今度は前後左右力を抜いて体を揺らします。これをさらに1分ぐらい続けたら終了です。その後ゆっくり立ち上がってください。こうすることによって背骨の周りについている筋肉と背骨に余分な力が抜けて、背骨の上に正常な位置にまっすぐ頭が乗るようになります。そうすることによって正しい姿勢を自然と維持できるようになり、頭への血流も良くなります。長時間同じ姿勢が続いた後や退屈な作業が続いた後などにおすすめです。皆さんも自分の姿勢から皆さんの体の健康に、強いては体の治療に役立ててください。それではお大事にしてください。